めちゃくちゃふと思ったけど、僕の今日のさ、髪のこの先っちょの毛がのこの喋るのサムネイルのところ一体化しそうで今ちょっと実験したい。くそ、ちょっと難しいか、ちょっと難しいか、頑張れ頑張れ、ちょっと、あ、無理か、太さが足りない。何の時間これ。ホワイトデー、まあ、新刊落としちゃったんですよ。でもなんかしたいなと朝からね考えていて、急遽の策として一個考えていたのは、朝とかに今年のホワイトデーは仕事が入ってて配信できないんだ、みんなごめんねみたいないけすかない感じのツイートをしておきながら、突然いきなりゲリラ配信で真っ黒サムネであたかも OBS が勝手についちゃったみたいな手で、夢を読めなんか知らんけど配信ついとるぞ大丈夫かみたいなコメントが流れる中、原神のファルザン先輩とデートイベントするっていう配信を考えてたんだけど、ホワイトで仕事で配信できないって言ってたやつが実はファルザン先輩とめちゃめちゃデートをしてイチャついているっていう、そういう企画を考えたんですけども、ちょっとリアルすぎると思ってやめました。みんなのある傷ない傷をえぐったりしたら困るなと思ったので、夢をイライン見極め委員会の結果今回なしということでよろしくお願いします。いや、まあ予定ではファルザン先輩とデートイベントやりながら、え、なんすか、え、今日ホワイトで大丈夫なのって、いやもう全然大丈夫っすよ、もう朝ツイートしてきましたからみたいな極悪人間のネタをやると思ったんだけど、ちょっと攻めすぎてるなっていう、ちょっとね、ちょっと夢を攻めすぎてるなっていうね、英断だったと思います。一人称が私になったきっかけはありますか。うわー、でも覚えてないなー、なんだろう、まあ私になったっていうかね、私をたまに使うっていうだけで、夢をの一人称ってのは固定ではないんですけど、自分の中ではなんか一定の感情の動きとメソッドに基づいて一人称を僕、俺、私、拙者、それがし、あ、我が輩、使い分けてるつもりなんですよ。ちなみに後半は全部冗談です。私が出てきたきっかけでしょ、要は。初めて私って言い始めた時期はいつなのかって言われて、多分子供の頃だと思うんだよな。なんかの作品に影響されたのかわかんないけど、なんだろうね、多分なんかさ、中二みたいな感じでかっこいいと思って使い始めてそのまま定着しちゃったとかだと思うんだよな。私っていうか、私を一人称の中に混ぜ込み始めた時期があって、その時は多分子供心に私っていう一人称使ってる人大人っぽくて素敵だなって多分なんかで思ったんだろうなっていうのは、ちょっとなんかかすかに記憶があるというかわかんないけど、私はそう思いますみたいな、理路整然と大人っぽく喋るみたいなのにちょっと憧れがあるんだよね、夢追いは。確か幼少期のそっから派生してちょっとカジュアルに砕けて私になったのかなとか、全然違う可能性も全然あるんですけど、今ちょっとふと思ったのはそんな感じですかね。あとなんだっけな、なんか言いやすいの俺なんですけども、俺っていうのがなんかあんまりちょっとそのかっこよくないというか、偉そうだったり生きってるように聞こえたりするタイミングが子供心にあったのかなっていう気持ちはちょっとあって、頑張って僕とか私とかにしていたのかもしれないなと思った。威圧する感じがすごい出したくなかったんだよね、柔らかくしたかったんだよね、なんかね、自分の印象をっていう感じだったかな多分。うーん、違ったらごめん。今年は何人断捨離しましたか。めちゃくちゃ怖い質問来ちゃった。これ多分あれですよね、夢追いがいつかの配信で LINE のね、友達リストでね、年末年始とかになって明けおめ LINE みたいなのする人もいるじゃないですか。それをしてみて返事が来なかった人からLINEの友達を消していくっていう、それを他に儀式って呼んでますけども、その話を受けてかな多分。もうね、繰り返してるんで断捨離するほど残ってないです。あとはもう単純に今ただ登録してる人の人数増えすぎてるんで、全員に送るのがだるくてあんまやってないかもな。 あと上手な断捨離の仕方を、これはじゃあ人間関係じゃなくて物の話にするよ。まずその使わないかもしんないけど、なんとなく今捨てたくないなっていうものが多分皆さんあると思うんですよ。そういうのを一遍段ボールとか収納ボックスとかカラーボックスとか何でもいいんで、ここに一回ぶち込みます。1年後そのボックスを開いて1年間これ一回も必要になんなかったなって思ったら、その時に全部捨てるっていう、そういうサイクルを作るといいよ。そういうサイクルを作るとどんどん捨てられるんで、その段ボールが増えたら1年経ったら捨てろや。なんで言わしてくれ、次の1年で使うかもしれない。だから1年使わなくて次の1年使うもんは買い替えたらいいのよ。思い出の品とかだったら別よ、さすがにね。それはもう気持ちのお話だからさ、ようわからん道具とかお洋服とかね。ちなみにそれを繰り返してると気づきを得るんですけど、そのボックスを作ったとして、そこに一旦入れたものはまず1年後捨てるっていうことに気づきます。そうすると1年待たずに捨てられます。このボックスに入れたものって忘れちゃって結局使わないんだ、ボックスに入れる時にもう捨てたらよくねっていう感じにどんどん捨てられるんで、そんな感じで。花粉症対策のおすすめありますか。やっぱアマゾンで火炎放射器を買うことだね。で、君の家の周りに火をばらまこう。冗談ですからね。やらないでくださいね、本当にね。真に受けないでくださいね。夢は適当に喋っています、今。花粉ね、焼きたいよね。本当だったら焼きたい。でもやっちゃダメなんだよな。そう、難しいよね、やっぱね。まず壁と天井の穴さ、触ってますけどね。ライブハウスも一生懸命ペタ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 と。触ってる。
んすけどね、くしゃみがねやたら出るんですよね。だからなんかあれだよね、どこぞこの研究所さんとかがさ、花粉と同じぐらいもしくはそれよりも大きい粒子をさ全部破壊するみたいな物質を作ってさ、でばらまいたら人間が死ぬみたいなねダメじゃん密閉性あったらさ呼吸ができないじゃん。いいんだちょっとぐらい隙間があった方がね。え、我が家もしかして外やっぱ人間が滅ぶべきか。花粉より人間の方が悪くね。だって花粉ってさ別に受粉したいだけじゃん。人間の方が悪くね。花粉症対策のおすすめは人類を滅ぼすことということで、なんだこれ、ちょっと拾ってみようかな。好きな子がいたとしてホワイトデー何あげますか。ねえ、可愛らしい質問が来ましたね真剣に考えようか。真剣に考えるとホワイトデーに何かをプレゼントして笑顔で受け取ってもらえるような関係だったらもう付き合えるよ。だから何を渡すかじゃなくて誰が渡すかなんだよね。違う人が渡したものは何を渡しても全部ゴミ箱に になる可能性があるよね。アイドルみたいな質問をね夢ようにするとこういう回答が入ってきます。皆さんね、一人暮らし始めたての頃よく作っていた料理、そもそも僕が初めて作った料理がパスタなんですよ。これはねかなりはっきり覚えていて、なんだっけな、どっかの某匿名掲示板の何でもないスレッドに書かれていたパスタのレシピがすげえうまそうに見えた。そのスレッドはその人が写真でひたすらパスタを作っていくっていう様を実況しているみたいな感じのスレッドだったんだけど、それがすげえ作りたくてね、それで料理を始めたんだよね。一番最初にキャベツのペペロンチーノだったかな、キャベツとしめじを入れたペペロンチーノだった気がする。確かめっちゃ味薄かった覚えあるわ。でそん時確かルームシェアかなんかをしてて、大学の男友達とね、これ言ったことあると思うけど、そいつと一緒に食ったのよ。ちょっと料理作ってみたわっつって、で俺自分の評価は味薄、初めてやしこんなもんかみたいな気持ちだったんだけど、なんかそいつはすげえ食ってくれたんだよな。今思えば優しかったのかなって、それがすごいね印象残ってるわ。これぐらい味薄い方がバグバグ食えていいぜみたいなワイルドなやつだったんだよね。急にほっこりしちゃったな。いいんだけどさなんでまあ今もそうなんですけども、一人暮らし始めたての頃もパスタを作ってましたねまあいろいろチャレンジしたんですけどね、オムライス作ったりとか中華料理作ったりとかね、いろいろ嫌いなトレーニングを教えてください嫌いなトレーニングを意識させようとするな。俺がここで嫌いなトレーニング、そうかちょっと考えてみようかっつって、うん、確かにあれが辛いからあれが嫌いかもなって言い出したら、今度からそれをやるときに、あ俺これ配信で嫌いなトレーニングって言ったやつだってなっちゃうだろうが、逆に嫌だよ。無感情でトレーニングしてる、ひたすら無感情でトレーニングしてるトレーナーさんに、ゆめさん何度でも言いますよ、運動って楽しいですよねっつったら、俺もそれあなたは楽しいでしょうねって言いながら僕が苦しんでるの見てそれあなたは楽しいでしょうねっつっていやそんな言い方してないですけども、フレンさん泣いちゃうからね。はい、最後、第二外国語を学ぶんですけども、新しいことを学ぶのってなんか不安になるので応援してください。第二外国語いいじゃん、めっちゃ新しいことを学ぶのってめっちゃ楽しみじゃない。特に語学なんてね、もうちゃんとやれば一生の力になりますから、大変だとはもちろん思うんですけれども、楽しくやれたら一番いいなと思いますよ。ちなみにね、夢追いは大学で第二言語が確かフランス語だったかな。だからねちょっとだけフランス語が分かってね、例えばリア充爆発しろっていうのをフランス語で言うとリアジュボーンって言うんですけども、リアジュボーンって言うんですけども、こんな感じでね、配信者としてこういった外国の知識が使えるようになってるわけじゃないですか。人生のどんな場面で役立つか本当わからないんで、どんどん学んでおくことに対しても損はないと思いますから、どんどんね吸収でね、勉強になったらみんなねということでね、無事リア充を爆発させたところでホワイトデーの配信終わりにしていきたいと思います。あ、嘘なの今の嘘ですちょっとネットの古い人間の嘘のバラし方しますけど、嘘です。これ伝わるから、クソ、頑張れ頑張れ夢追い、嘘です。